ロデューサー、何してるの？うん、そう、ミキだよ。見ないでわかるなんてすごいね。で、何してるの？では、行ってまいります。はい。
はようございます、プロデューサー。必ず良い結果を。はい。Thank you.
では行ってまいります。では、本日も頑張りましょう。
ちろんです。私もまたそんなふおはようございます。今日も一日お互い頑張りましょう。
思いっきり頑張るさ。
プロデューサー、何してるんだ。早くしないと置いていっちゃうぞ。当たり前だぞ、トップアイドルなんだからこれぐらいでバテないし。ほらほら、日本中のファンが待ってるんだから。自分たちの乗る飛行機は、あれ、あそこ、うん、ちょっとね。プロデューサー、あそこの喫茶店見える？ほら、あの通路の横。ちょっと懐かしくて、自分、沖縄から出てきた時、あそこに一人で座ってたんだ。空港があまりに大きかったから、びっくりして落ち着かなくてさ。だから、あったかい紅茶買って、両手で握りしめて、しばらく縮こまってたんだ。そんなの別にないぞ。思い出して話してるだけなんだから、慌てさせないでよ。だって仕方ないでしょ。こんなに大きな場所に一人で来たの初めてだったから。知り合いも友達も誰もいないって自分にはすごいことだったんだ。でも今考えると何も心配することなかったよね。その時は知らなくてもたくさんの人がいたんだから。こっちの学校で知り合う友達やバイト先の友達、何よりナムコプロの仲間たちやプロデューサー、みんなが自分を待っててくれたんだ。あの日の自分に言ってあげたいぞ。大丈夫、こっちの人も沖縄と同じでいい人ばっかりだって。あの時は見えなかったけど、今ははっきり見えるんだ。自分の未来は決まってたんだって。プロデューサー、今度はきっと自分の番だよね。アイドル目指して出てくる子たちを迎えてあげたいんだ。みんなが自分にしてくれたみたいに。
デューサーさん。いや、うん。
します。私くん、実はね、新しい手品を考えたんだよ。ちょっと見てくれないか？あ、すいません。今ちょっと忙しくて。そう？あ、
はい。
プロデューサー、次はどの映画を見ましょう。私、これなんかいいなって思うんですけど。プロデューサー、その機材、重くないですか？よかったら半分持ちます。貸してください。プロデューサー、このサラダも頼みますね。見た目が綺麗だし、それに体にも良さそう。え、ギャップ？何の話ですか？普段ごく普通なのは当たり前だと思いますけど。それより次の週末どうします？久しぶりにオフが取れそうなんです。もし予定がないなら私行きたいところが。でも自分ではそんなに変わった気もしないんです。無理して明るくしてるわけでもありませんし、ただ自然に振る舞ってるだけで。あります。プロデューサー、講師はきっちり使い分けてください。今は仕事の時間じゃないんですから、ライブの話はしたくないです。もっと別の話を。そうですね、私きっと今幸せです。新しいパワーの源を見つけましたから。何だと思います？よくわかりましたね。その通りです。やっぱり気づいてないんですね、プロデューサー。最近私の前だと仕事の話ばかりです。最初の誓いはどうしたんです？歌を第一にはしないっていう方針は。お願いします。でも幸せってキリのないものですね。一つ手に入れるとまた欲しくなって、こんな風に続く限り張り合いをなくす心配なんてしなくていいのかもしれません。プロデューサー、食事が終わったらちょっと寄り道しませんか？一緒に見ておきたいところがあるんです。いい景色ですよね。
眺めているとなんだか無心に帰れる気がします。プロデューサー、この海の先には何があると思います？アメリカ。そうですか。プロデューサー、実は私新しい夢を見つけたんです。まだ誰にも話していない大切な夢を。私の新しい夢、それはトップアイドルになった後の夢。それは育ててくれたプロデューサーと今と変わらずにずっと一緒にいること。
今週よろしい。さて来週か。君のか。では、本日も頑張ります。はい。you
そうは。言うほどのこと。それでは、実は昨晩注文していた最高級の小麦粉が産地から届いたのです。このところそれが届くのを心待ちにしていたので。はい、自宅でも美味しいラーメンをと考えて目打ちをしようかと。スープだけでなく麺にこだわってこそ真のラーメンですから。はい、一通りの家庭料理はたしなみとして身につけています。お店の麺には負けるかもしれませんが、もし美味しく作れましたらプロデューサーにもご馳走しますので。
プロデューサー、これはまたどうしてこちらに？それは失礼しました。実は今ふと、はい、以前事務所の中、その時私も一緒に、私自身、幸い彼女は、プロデューサーのおっしゃる通りです。
プロデュース、はい、その、ま、さ、この力の限り。
これは困りました。あ、プロデューサー、いえ、実はよくなってありません。私はまだ、それなのにこのような特集で、ですか。はいはい。プロデューサー。そうですね、忘れ物といえばそうかもしれません。
それではこちらをプロデューサー、私からのプレゼントです。メリークリスマスプロデューサープロデューサー、あら、プロデューサーじゃない。今日も頑張り、これはプロデューサーですが、こんなにもあっ、やはり、では本日も頑張りましょう。自分たち、はい、この力の限り。
りなさい。いえ、気にしないでください。丸一日かけて作ったデータ。おはようございます、プロデュース。はい、プロデューサー、全力で頑張ります。
どのくらい経ったかよ。強い一日。
はい。行ってまいります。はい、それではいざ。
はい。Thank you.
私に。まあプロデューサThank you.
だい。それは。お疲れ様です、プロデューサー。さすがプロデューサー、声だけで。
まこ。おいでになっていたのですか。お出迎えもできず失礼いたしました。
実ははい、そうでしょうか。私の
実はい、そうです。あのプロデューサー、はあ、プロデューサー、実は集中力を鍛えるには水に潜るのが良いと聞きまして。はい、すぐ雑念にとらわれるようでは真の頂点を極めるなど夢のまた夢ですから。そうでしょうか。私などまだまだ未熟と思うのですが。私の体ですか。いいえ。
これは集中力の鍛錬なのです。本番と同じ衣装を着ることでより集中を高め、はい、すぐ雑念にとらわれるよ。そうでしょうか。あのプロデューサー、おっしゃりたいこと。はあ、実はしばし瞑想を、集中力を鍛えるにはこれが一番と聞いたものですから。はい、すぐ雑念にとらわれるようでは真の頂点を極めるなど。そうでしょうか。私はあまり口元が緩んでいる方を見かけないのですが。
歯って目ですか？そうですか。自分では見えないので意識していませんでした。プロデューサーは誠。では本はい、プロデューサー。
参りましたね。あ、いえ、プロデューサー、あのお待ちください。プロデューサー、私は病気などではございません。はい、体が重いと言って、特に何ということはないのですが、このところプロデューサー、あのお待ちください。プロデューサー、私は病気などではございません。はい、体が重いと言ったのは肩こりのせいです。このところ仕事が重なっていたせいだと思う。まあプロデューサー、そのようなツボを、そうですか。あ、しかしそれは私の体に触れるということですよね。いえ、よろしくお願いします。プロデューサーであれば私も安心して身を委ねられます。本当にそんなところに肩こりのツボが、はあ、いえもう結構ですので。
デューサー、おはようだぞ。プロデューサー、本当にそん、いえ、もう。プロデューサー、もう結構。プロデュース。
プロデューサー、はあ、いいもう結構で。おはようだぞ。参りましたね。あ、いえ、特に何ということはないのですが、このところやけに体が重く感じられ、お待ちください。はい、まあ、そ、いえ、首ですか？本当にそんなところに肩こりのツボが。このすっきりと、まるで目の覚めるような感覚。これなら、明日からまた全力で頑張れそうです。では、本日も頑張りましょう。
プロデューサー、いえ、はい、
では行ってまいります。完璧に決めてくる。